ての極意。悟空があの姿を見せるのはこれで3度目。いけるか、今度こそ。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。正念場です。ジレンに孫悟空、これまで神々を驚かせ続けてきた2人の決戦。皆さん一瞬たりとも見逃すまいといった様子ですね。凄まじい攻防、悟空さんの動きより鋭くなってます。じゃがここぞという時の一撃が決まらんようじゃ。ケフラさんの時と同じ、攻撃の際悟空さんの中に考えが生じてしまっているのです。攻めようとする瞬間、頭を駆け巡る様々な思考、そして判断。身勝手の悟空においてそれらは技を鈍らせ、本来あるべき威力の発揮を妨げる枷となる。このまま一撃も有効ダメージを与えられず、いたずらに時間と体力を消費するのは避けたいところですが。カメハマ、ケフラを倒した戦法だ。苦肉の策じゃが、あれに勝てるほかあるまい。